はいどうも、サテヘン市場です。はい、今回ね、ブラックの、前回1個目のジム戦の、実況したんですけど、今回は2個目のジム戦ですね。2個目のバッチのジム戦。アロエさんかな相手。一応ね、手持ちポケモンは、タロマル、ヤナップ、ミネズミ、マメパトなんですけど、まあ、タロマルが、炎格闘タイプなんで、突っ張りを覚えてるんで、進化したから。格闘タイプなんで、ノーマルタイプのジムなんで、ここは。多分、このタロマルを、タロマルっていうのはあれね、あれ、ポカブの進化系ね。なんだっけ。バオップじゃない、ポカブの進化系なんだっけ。まあ、ポカブの進化系ね。17レベル進化したから、大丈夫。多分勝てる、これは。バーテリアか、オッケー。なんか画面斜めってね。オッケー、ほら、こいつ、あ、チャオブだ、チャオブ。オッケー、行くぜ。まあ、とりあえず、もう突っ張りオンリー。本当はね、ニトロチャージ使って、素早さ一旦上げた方がいいんかもしれないけど、途中ね、ポケモンをこうやってね、能力下げられたりするから、入れ替えようかなと思ってんだよね。あ、やばい。意外と効かねえぞ。あ、よかった、4回当たった。ラッキー。一撃で倒したじゃん。まさかの。4回はね、めったにない。スモッグ覚えた方がいいかな。うん、かっこいいから思い出せよ。体当たり忘れてます。スモッグね、使わないと思うけどね、めったに。ミルホックね、ミルホックあんま戦ったことないな。突っ張り。やばいな。素早さで全部負けるね。こいつね、やっぱね、演武王になっても素早さがやっぱ遅いから、一発ぐらい急所に当たってくんねえかな。当たった当たった。よしよしよし。次で倒せる。多分ね、回復してくると思うんだよね。ほら。だから、もう一回突っ張り屋で、多分半分ぐらいだろうな、行っても。多分もう急所に当たんないと思うんだよね。あ、4回当たったか。これ結構今日はね、今日っていうかこのバトルはついてるね。さっきまでもずっとポケモン、ずっとでもないけど、まあポケモン結構でもないか。一つ目のバッチから二つ目のバッチになっただけだからね。まあ俺の中では結構やってる方で、俺ゲームね、結構ね、やらないから普段。あー、うそー。あ、1残った、奇跡。どうしよっかな。これ勝てなくね、このままじゃ。え、これで終わり？もしかして。これで終わりだったら勝つけど、勝ちだけど。あ、よし、よかった、あぶね。ライフ4だけ、4とか1か、さっきは。あぶね。よし、勝った。なにこれ。なんかこのバッジダサくね？チョコ棒みたいな。なんか、あれじゃね？ピント合ってなくね？よし、あったあった。どんなバッジ、あ、バッジを一つ持ってるよ。うるさいな。あ、30か。じゃ別の、あのね、ゲーム、これは、あ、ゲームボーイじゃねえや。あ、DS なんだけど、3DS なんだけど、任天堂 DS ライトもあるから、そこから別の、ブラックとかホワイトとかあるから、そこからポケモン送ってこれる。だから、ゾロアとか持ってきてもいいんだよね。なんだなんだ、あ、なんだなんだ。あ、来た、プラズマ弾ね。プラズマ弾の戦いがあるんだね。そっか、だるいな。おっそ。行くぞ。じゃあ、とりあえずプラズマ弾との戦いに行こう。よし。ほら。このドラゴンの骨って何なん？何のポケモン？海竜っぽいよね。俺の予想は、あー、海竜の首がない。多分海竜だとは思うんだけど、ドラゴンポケモン。行け、追いかけろ。
よし。一旦追いかけるけど、ポケモンセンター行きたいんだよね。アーティーだ。アーティーね、あれね。あ、みんな集まってきた。ダブルキングマシン俺あんま使えねえんだよな。あ、腕痛い。うん、なんでジェルの中入ってたんだっけ今。よし、とりあえずポケモンセンター行こう。まだね、ポケモン4匹しかゲットしてなくて、うん、まあ最低限のポケモンっていうか、最初の方にあんまポケモンいっぱいゲットしてもね、結局育てないからね。どっち行くんだっけ、これこっち行けばいいの。あ、来た、矢車の森ね。あ、今のところに回復お姉さんいたね。あ、で、レポート書いとく。ああ。うわ、めんどくさそうなルート選ばれたな。よし、こっちから行くか。うわ、うぜ。はい、ということでね、今回は2個目のバッジをやってきました。これがこうやってプラズダマナを多分追い詰めて、うん、そんで3個目のバッジに行くと思うんで。はい。ということでね、今回は第2回目の、ブラック実況になりました。まあ、うん。まあ、メインは、四天王倒して、殿堂入りした後、ポケモンの、まあ、厳選とまではいかないけど、まあ、色違いのポケモンとか探したり、うん。結構、攻略法を見て、いろいろやっていくのがメインなんで、ストーリーは軽くやっていきたいと思うんだけど、まあ、ちょっとまあ、ストーリーも楽しいから、うん。いろんなポケモンを、前の、他の、カセットからも連れてきたりしてね、やりたいと思います。これミラクル効果ないからすぐはできないけど、うん、まあ頑張りましょう。ということでご視聴ありがとうございました。ということでバイバイ。